関東私鉄最大の事業規模を誇る東急。その歴史は大正時代に生まれた2つの電鉄から始まりました。目黒蒲田電鉄、そして東京横浜電鉄。それぞれ後の目蒲線、東横線を建設した鉄道会社で、どちらも東急の創業者、後藤啓太が経営を指揮していた姉妹会社でした。両社は昭和初期に事業拡大を続けましたが、最終的に目蒲が東横を吸収する形で現在の東急が出来上がりました。ですが、合併後の新会社の名称に選ばれたのは東京横浜電鉄。格下であるはずの東横の名を後藤は選んだのです。それには、後藤の東横線に対する強い思いがありました。東横線が我々の素養である、この線が滞りなく走っていれば東急の事業は安泰だと。このセリフが示す通り、東横線は東急を関東私鉄の最大手と成長させ、後藤啓太の名を後世に残すこととなりました。東横線の歴史。それは東急の歴史。今回は、東急を東急たらしめた路線、東横線の概要と開業から終戦直後までのエピソードを見ていきます。東横線は東京都の渋谷駅から神奈川県の横浜駅までを結ぶ 24.2 キロの路線です。終端合わせて21の駅が並んでおり、自由が丘や田園調布、武蔵小杉など、日本の友好を牽引する街が並んでいます。沿線風景は菊名を境に大きく2つの顔を持っており、渋谷から菊名までは非常に整備の行き届いた高架や地下線路が続きます。特に中目黒から自由が丘は特急が最も速度を出す区間です。田園調布から日吉までは目黒線と並走。外側に東横線、内側に目黒線が陣取り、複々線として同区間の旺盛な輸送需要を支えています。菊名より先は打って変わって住宅路線の性格が強くなります。菊名以北と比べて速度も落とし、住宅街の中を縫うようにして横浜まで走り抜けます。自由が丘駅と菊名駅は2面4線の構造となっており、この2駅で各駅停車と優等列車の接続が行われています。元住吉は複々線の外側に通過線もある2面6線使用。こちらでは確定の追い越しが行われています。少し面白い構造なのが祐天寺駅。上下線共用の中線が1本敷かれており、主に渋谷方面の優等列車の通過線として使用されています。このように面白い線路構造を持つ東横線ですが、それ以上に面白いのが直通運転。北端の渋谷駅で東京メトロ副都心線、同線を通じて和光市駅から東武東上線、小竹向原駅から西武池袋線、横浜駅からは港未来線に直通。全部で5社5線による広大なネットワークを築いています。ちなみに、東横線の列車はすべて元町中華街まで運行しています。横浜以南の運行も東急の乗務員が担当するため、両線は事実上一つの路線と言って差し支えないでしょう。さらに日吉駅を通じての相鉄との相互乗り入れも2022年度後半に予定されています。日吉から羽沢横浜国大まで工事が進められており、直通がスタートすればますます彩り豊かな路線になっていくことでしょう。そんな個性豊かな東横線ですが、編成には8両と10両の2種類が存在します。8両が確定と一部の急行、10両が特急、通勤特急、一部の急行用として使用されています。東横線に導入されている東急車が5050系です。全車元住吉検車区に所属しています。8両と10両の2タイプが存在し、それぞれ0番台と4000番台として区別されています。特に4000番台である 4110F は渋谷ヒカリエとのタイアップとして作られた超特別仕様。その黄色と黒の装飾は、個性豊かな東横線の中でも群を抜くインパクトを放っています。メトロからは副都心線用の7000系、1万系、1万、7000系が入線。こちらも8両と10両の両方が用意されており、それぞれ運用が分けられています。西部からは6000系と4万系、東部からは9000および9050系、そして5万、70型が入線。西部、東部からは10両編成のみが入線するため、確定運用につくことはありません。港未来線からは Y500 系が入線しています。8両編成のみであるため、緊急時を除き確定、急行のみの運行に使用されています。また、5050系0番台と運用が共通化されているのも特徴です。このように各社からいろんな形式がやってくる東横線ですが、
それだけに多くの列車種別が用意されています。みなとみらい線の区間も合わせてその種別を見ていきましょう。一般列車の中で最上位種別となるのが重量で運転される特急です。渋谷、中目黒、自由が丘、武蔵小杉、菊名、横浜、みなとみらい、元町中華街の8駅に停まります。平日の昼間、および土休日の終日にて運転されており、渋谷と元町中華街を最短25分で結んでいます。特急の代わりとして平日朝ラッシュと夕方から深夜にかけて運転されているのが通勤特急。略して通特とも呼ばれています。こちらも重量編成が使用されています。通特では特急停車駅に日吉、馬車道、日本大通りが加わります。それぞれ、日吉が目黒線、横浜市営地下鉄グリーンラインとの乗り換え、馬車道で横浜市役所、日本大通りで神奈川県庁の通勤需要に対応しています。速達種別の中で最も遅いのが急行。通勤特急の停車駅に学芸大学、田園調布、玉川、綱島が加わります。急行と言いながらほぼ一つ飛ばしで停車するため各駅停車と揶揄されることも。これは特急や通勤特急の設定のきっかけにもなりました。急行は基本短い8両編成の車両が使われていますが、ラッシュ時には重量による運用も存在しています。すべての駅に停車するのが各駅停車です。平日日中でも優等列車8本に対し、確定は10本。最下位種別でありながらかなりの高頻度運転がなされています。車両は8両編成のみで10両編成が使用されることはありません。そのため、急行通過駅のホームは8両の長さで作られています。これとは別に座席指定特急として運転されているのがエストレイン。これは西武が主力となって設定した座席指定制の有料列車で、西武の4万系が使用されています。運行区間は、平日は西武の小手差駅から有楽町線の豊洲駅、と休日は西武秩父駅から元町中華街の2種類の経路があります。座席指定列車だけに運賃とは別の座席指定券が必要となります。東横線と港未来線内の停車駅は渋谷、自由が丘、横浜、港未来、元町中華街の5駅のみ。ただし、中目黒と武蔵小杉、菊名でも乗客の乗降を伴わない運転停車を行うため、特急より格別速達性があるわけではないのが玉に傷です。それでも、着席が保証されているのは美味しいところでしょう。他にも珍しい運用として、5050系が本来直通していない有楽町線の新木場駅まで乗り入れることがあります。これはダイヤ乱れが発生した時に、直通先での運用区間を調整するために行われるいわゆるアルバイト運用です。また、システム的には目黒線の車両も東横線に入線可能で、過去には東急5080系のほか、埼玉高速鉄道2000系、メトロ9000系、都営6300型が臨時列車、みなとみらい号として元町中華街まで乗り入れた実績があります。そして、2022年度下半期には相鉄からの車両も東横線にやってきます。相鉄は東急との直通に向け、東横線向けの2万系10両編成と目黒線向けの2万1000系8両編成を申請しました。最近では訓練のため JR 横浜線を通じて2万1000系が東急に貸し出され、大きな話題となりました。現状、相鉄と東急の直通がどのように行われるかは発表されていませんが、東横線には重量の2万系が使われる予定となっています。そのため、基本的には東横線内では特急、通勤特急の運用に就くことになるでしょう。東横線は沿線、行き先、列車種別、車両形式のあらゆる面で多様性を詰め込んだ、まさに私鉄のデパートなのです。さて、東横線は現在こそ5社共同の直通運転による大規模ネットワークの一員となっていますが、開業当初から現在の運行形態が採用されていたわけではありません。そもそも東急は五島慶太の異名を持つ五島慶太の名のもと、かなり強引な手法で発展してきた私鉄。元より周辺私鉄とのいざこざが絶えませんでした。そのため、今、東横線が西武や東京メトロ、相鉄などと直通運転を果たしているのはまさに奇跡と言えるでしょう。果たして東横線はどのようにして現在の営業形態を築くに至ったのか？ここから先は東横線の歴史とそこから見える東急の発展の歴史を見ていきます。
なお、解説がかなり長くなるため、今回は前編として大東急解体直後までの経緯を取り上げます。大東急解体後の歴史は後編として制作予定です。第1章、東横線。その始まりと後藤の躍進。現在の東横線の計画は、1908年に武蔵電気鉄道が渋谷から平沼橋までの新線建設計画を政府に申請したところから始まります。その後も線路区間の調整が続けられ、最終的に新宿から渋谷、平沼橋、そして高島町に至るルートの建設案に落ち着きます。しかし、武蔵電鉄は資金難から同区間の建設に着手することができずにいました。一時は一般鉄道ではなく軽便鉄道にする案も持ち上がったほどです。困った武蔵電鉄は当時の鉄道院の次官、石丸茂美に相談をします。そこで石丸は武蔵電鉄にある官僚を役員に迎えることを提案しました。この官僚こそ、東急の創業者である後藤啓太です。後藤は当時鉄道官僚として手腕を発揮していましたが、当時の待遇に不満があり、官から民への天下りを模索していました。その最中舞い降りた民間鉄道の役員の座。後藤は渡りに船とばかりに武蔵電鉄の常務に転職します。しかし、後藤も民間に下ったばかりで影響力も資金力もありません。結局、武蔵電鉄の資金難は変わらないままでした。一方、同時期に田園都市株式会社が開発地域への交通アクセスとして目釜線の建設計画を進めていました。目釜線の建設を行う目黒蒲田電鉄の役員には、阪急の創業者、小林一三がついていましたが、小林は関西方面の開発で手一杯。そこで小林は武蔵電鉄にいた後藤を自分の代わりにすることを思いつきます。こうして小林に説得された後藤は目釜電鉄の役員も兼任することになりました。後藤本人にとっても東横線を作るための足がかりとして、目釜線経営は願ったり叶ったりだったそうです。そして後藤の陣頭指揮のもと、1923年に目釜線が開業。関東大震災後の復興需要もあり、目釜線元井目釜電鉄は大きな収益を上げることができました。翌年の1924年、目釜電鉄はその収益で武蔵電鉄の株の過半数を買収。武蔵電鉄は東京横浜電鉄へと名前を変え、東横線の建設を開始します。1926年2月14日。丸子玉川から神奈川にまで至る 14.7 キロの路線が神奈川線として開通しました。これが東横線最初の開通区間です。神奈川線は丸子玉川を起点に目釜線と直通運転。神奈川から目黒まで乗り入れていました。これには東横と目釜で乗客の奪い合いになる前に目釜の収益を安定させておこうという後藤の戦略があったそうです。東横線のうち、丸子玉川以南を先に開通させたのもこのためでした。ちなみに、目釜線の残りの丸子玉川から蒲田までの区間は別で運転され、ちょうど今の東急玉川線と同じ運行形態が取られました。1927年、残されていた丸子玉川から渋谷までが開通。神奈川線は東横線に名称変更されます。これにて目釜線との直通は打ち切られ、渋谷から神奈川まで単独での運行がスタートしました。1928年には高島町、1934年には桜木町まで延伸。こうして、東横線を無事に開通させた東横電鉄。東横は目釜とともに宅地開発、温泉、百貨店といった沿線活性化策を次々と打ち出し、貪欲に企業規模を拡大させていきました。そして1938年に満を持して目釜と東横の吸収合併が決定します。目釜が東横を吸収する形での合併となりましたが、この時新会社の名前に選ばれたのは東京横浜電鉄。つまり、吸収される側の名前が新社名に選ばれたのです。これには、後藤にとって最も力を入れた路線が東横線であり、同時に東横と目釜を大発展させた存在であったことに由来していると言われています。そして第二次世界大戦中に、私鉄の大再編で京王、小田急、京急を吸収。これをもって社名が東京急行電鉄株式会社に変更され、今もおなじみの東急の愛称が生まれました。東急は北は新宿、南は小田原。栗浜までのスーパーメガ私鉄にまで成長したのです。その後戦争が終わって大東急は解体され、
東急の事業規模は戦前とほぼ同規模に戻りましたが、東急は今も関東最大の私鉄としてそのブランドを保ち続けています。第2章、幻の新宿延伸計画。さて、ここまで大東急解体までの東横線と東急の歴史について見てきました。しかし、前身の武蔵電鉄が計画していながら、現在まで敷設されていない区間があることにお気づきになったでしょうか？東横電鉄に名前を変える前、武蔵電鉄が東横線として計画していた鉄道路線は、高島町から渋谷、そして新宿に至るルートでした。このうち開通したのは高島町から渋谷まで。つまり渋谷から新宿の区間は敷設されずに残されていたわけです。現在こそ副都心線直通という形で新宿乗り入れは果たしていますが、東横線そのものが新宿を目指していた、というのはなかなか聞かない話でしょう。それではこの残りの区間は放棄されたのか？というとそうではなく、東横線全通後も残り区間の着工が引き続き模索されていました。この章では幻に消えた東横線新宿延伸計画について解説していきます。1908年の武蔵電鉄設立当初は新宿や渋谷は通らず、碑文谷から原宿経由で信濃町に行くルートが検討されていました。2年後に上目黒周りで山手線西側を通り、小田急代々木八幡、JR 代々木駅、そして新宿に至るルートに変更されています。このルート変更の経緯については、当時代々木付近で大規模な博覧会が予定されていたため、という見方があるようです。博覧会そのものは中止になったそうですが、そして1912年に渋谷を経由するルートに変更され、これにて正式に政府から免許が下りました。これが東横線ないし東横線新宿延伸計画の原型となります。計画では祐天寺から渋谷に入り、明治神宮を西に迂回する形で小田急代々木八幡駅に接続。代々木駅で商船と並走し、新宿駅西側に至る予定でした。しかし、他区間と同じく建設資金が集まらず、建設予定地の都市化も相まって武蔵電鉄は着工のチャンスを失ってしまいます。その後、東横線の建設は鉄道省上がりの後藤の手に委ねられることに。商船との接続も加味して、東横線は渋谷を起点として開業し、渋谷新宿間は未着工区間として取り残される形になってしまいました。ですが免許自体は渋谷開業後も保持され、新宿延伸案の実現に向けた検討が進められました。実際に小田急新宿駅の西側地下には東急用のスペースが用意され、線路さえ引けばいつでも乗り入れられるようになっていました。しかし、山手線と思いっきり並行していることから、いまいち説得力の欠ける計画になっていました。また間の悪いことに、当時の後藤が地下鉄の勢力争いに意識が向いており、他の事業に手が回らなかったことから、新宿延伸計画は宙に浮いた状態になってしまいます。結局、何も計画が進まないまま、東横線新宿延伸線は1936年に免許失効となってしまいました。なお、1945年の戦時中の空襲で京王線の変電所が焼けてしまった際、電圧の低下で新宿駅南口付近にあった跨線橋の橋を登れなくなる事態が発生しました。この時、東横線用に用意していた土地が京王線新宿駅に転用されました。結局これが終戦後も根付いたため、もともと東急用の土地だった場所は現在も京王線新宿駅として使用されています。また終戦後の1947年に東京の復興事業について東京都と営団地下鉄が揉めていたところに、東急が自前で各線を新宿や品川、東京駅に延伸させる構想を打ち出し、免許申請も行いました。いわば戦前の新宿延伸のリベンジでしたが、運輸省は戦後すぐの資材及び資金不足を理由に申請を通しませんでした。結局、営団地下鉄日比谷線の建設と東横線の直通をもって東急線の東京駅延伸の代わりとしたため、1957年に東急線都心乗り入れ案の申請は全て取り下げられました。こうして、東横線の新宿駅延伸計画は完全に過去のものになったのでした。なお、後藤啓太自身は戦後も変わらず後藤啓太っぷりを見せ、1959年に病で亡くなるまで、東急の事業拡大に邁進し続けたのでした。以上、東横線の解説前編でした。東京と横浜、二大都市の名を冠す東横線。
その名前に負けず、東横線は東急を関東一の私鉄に押し上げました。そこにはまさに、後藤啓太の鉄道人としての巧みな戦略があったのです。後藤啓太亡き後も、東横線は東急の歴史を絶え間なく紡いでいきました。同線は貪欲に都心や横浜南西部を目指し、夢半ばに終わった新宿乗り入れも、東京メトロ副都心線直通として果たすことになりました。それだけでなく副都心線を介して西武線、東武線との直通も実現。横浜側では港未来線を従え、さらに2022年度から相鉄線への乗り入れが予定されています。特に西武と相鉄は大衝突を繰り広げた因縁の相手。これらの私鉄との直通事業はまさに奇跡と言えるでしょう。その一方で切り捨てられた直通運転や線路もありました。また JR 湘南新宿ラインの登場により、東横線自身も大きな変化を迫られます。それはまさに東急と JR が繰り広げた戦争でした。次回は東横線がどのようにして現在の直通、運行形態を作り上げていったのか、様々な視点から解説していきます。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。